伊藤とアルビノ伊藤札幌市豊平川酒科学館は、北海道札幌市南区マコマ内公園内にある、酒回帰事業と自然知識普及を目的とする博物館、科学館、酒科学館と略されることが多い。建物は、北海道を代表する建築家の田上義吉の設計による。マコマ内公園の北の端近く、マコマ内側のそば、豊平川に近い位置にある。 本館、魚館、実習棟の三つの建物を中心にしている。魚館は1986年、実習館は2003年に建てられた。鮭科学館は1979年に始まった、豊平川への鮭治魚放流の成功を受けて、1984年に作られた。科学館では、毎年産卵に遡ってきた鮭を捕らえて、卵を取り、孵化させ、 死魚を放流している。放流先は豊平川とマコマイ川である。科学館では初め豊平川の床止めの席でそこを妨げられた鮭を捕らえて採卵していた。漁道が整備されて鮭が通りやすくなると捕獲が難しくなり、1998年からは千歳川の鮭から採卵している。鮭類と札幌市内にいる水生生物を飼育、展示する。 2003年度の入館者は73,196人であった。うち団体利用者は16,152人で、さらにそのうち香港、台湾からの観光が5,404人あり、他には小学校、幼稚園、保育園、市民見学会、町内会が目立った。野外での魚ウォッチングや、サーモンウォッチング、鮭の採卵実習などを毎年模様す。また、 札幌近辺の魚など水生生物の調査を行っている。ありがとうございます。